ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今回は日本に存在する危険な植物について解説していくぜ。日本に危険な植物なんてあるのかな？以前、動画で解説した、触るだけで重症になる、超高速で死を飛ばしてくるような植物は、日本には存在しないぜ。ただ、日本には日本三大毒草と呼ばれる、摂取すると死に至る猛毒を持った植物が生息しているんだ。日本三大毒草か。やっぱり死亡例もあったりするの？詳しく聞きたいかも。よし、今回は、日本三大毒草の危険性について解説していこう。間違っても、食べちゃダメだよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。日本三大毒草一つ目は、毒ゼリ。北海道から九州まで広く分布している、セリ科毒ゼリ種の多年草だ。高さは80から100センチ程度で、比較的には、太くタケノコ状の節があるのが特徴だ。うわぁ、白くて綺麗な花だね。空き地とかに生えているの見たことあるかも。毒ゼリってことは、食用のセリとよく似ていたりするの？ああ、春先の葉の形状が食用のセリとよく似ている上に、生息域も同じなため、間違って採取し、中毒になるものが後を絶えないぜ。すごく似ている。確かにこれは間違えるよね。セリを摘んでいる時だったら、知らず知らずのうちに混ぜっていることもあるかも。ああ、これ以外にも企画機をわさびと間違えて食べた死亡例や、かゆみ止めに使用しての死亡例なんかもあるんだ。確かにわさびにも似てるね。そんな、毒ゼリの主な毒成分はシクトキシン。皮膚から吸収されやすいという特性を持ち、人体に吸収されると、30分という短い潜伏期間の後、痙攣、呼吸困難、嘔吐、下痢、腹痛、意識障害など多種多様な症状を引き起こすぜ。うわぁ、症状のオンパレードじゃん。確かにこれは死亡例が出てもおかしくないね。日本各地に広く分布している、猛毒性、食用の野草と酷使しているという点から、誤飲することが多いからな。宮城県や新潟市などのホームページでも、毒ゼリに対し注意喚起を促しているぜ。絶対食べないように注意しないと。日本三大毒草3つ目はトリカブト。キンポウゲ科トリカブト属に分類される多年草だ。日本各地、特に関東地方から北海道の高地に自生しているとされているぜ。北海道なんかでは、その辺に自生している身近な植物でもあったりするんだ。トリカブトは知ってる。紫色の綺麗な花だよね。刑事ドラマなんかでも、毒殺の証拠としてよく出てくるイメージがあるよ。ああ、トリカブトは8月から11月にかけて、青紫色のカブト型の花を咲かせるからな。その美しさから、観賞用として人気の植物でもあり、青紫色以外にも、白色や、黄色、ピンク色のトリカブトも存在するんだぜ。うわぁ、綺麗。小さくて愛らしいね。植木鉢サイズだから気軽に育てられそう。ああ、実はトリカブトは種類によって大きさが変わってくるんだ。霊夢が想像しているような、全長20センチ程度のものから、最大 1.5 メートルになるものまで存在するぜ。え、でか。こんなの生えていてもトリカブトだとは思わないよ。そんなトリカブトの主な毒成分はアコニチン。摂取すると唇、舌のしびれに始まり、手足のしびれ、嘔吐からの腹痛、不整脈、血圧低下を引き起こす。摂取量によっては、痙攣、胸中枢麻痺に伴う呼吸不全などの深刻な症状が現れ、最悪死に至る非常に危険な猛毒だ。これは絶対に食べたくないね。やっぱり事故例もあったりするの？ああ、芽吹きの際は二輪草、ヨモギ、弦の証拠などと外見が似ているからな。2009年4月に、新潟県でもみじ傘と間違って採取された、トリカブトを親戚からもらい受け、お浸しで食べた家族2名が中毒を起こしたり、2005年4月下旬に、青森県で20から70代男女6人が、二輪草と間違ってトリカブトを食して中毒し、70代の男性が死亡したケースがあるぜ。やっぱりあるんだね。これだけ毒性が強いとさぞかし苦しいんだろうな。その毒性を利用してか、漢方ではトリカブトのコンネオ節として薬用を利用しているんだ。ただ、毒性が強いため、加熱加圧処理を施したものを使用するようだがな。そんなんだ。何にせよ、素人がトリカブトを摂取するのは絶対にダメだがな。日本三大毒草三つ目は毒うつぎ。コリアミルチン、ツチンなどとも呼ばれる、毒うつぎか毒うつぎ属の落葉低木だ。近畿地方から北海道の山地、河川敷などに自生しており、高さは1、2メートルほど。4、5月にはピンク色の綺麗な花を咲かせるんだ。わあ、綺麗。何も知らないと摘んで持って帰っちゃいそうだね。でも、今までの植物と違って、毒うつぎは食べられそうに見えないよ。毒うつぎが有害だとされている理由は、その実にあるんだ。毒うつぎの実？はじめは色鮮やかな赤色、熟すと黒紫色に変色する。その美しい実はみずみずしく、ほのかな甘みがあるとされているぜ。確かにこの見た目は食べられそうな気がするよね。
子供なんかは積んで、ママごとに使ったり最悪食べたりしそう。昔、農村部の子供が誤って食べてしまい、死亡したケースもあるんだ。そのためか、一米殺しと呼んでいる地方もあるんだぜ。そんな毒うつぎの主な毒成分はコリアルミチン。少量であれば発汗、腹痛、嘔吐などの中毒症状が起こる。多量に摂取した場合、粘性の高い分泌物が大量に分泌されることによる呼吸困難、そして痙攣を起こすんだ。また、痙攣中に口腔内を噛むため、血の混ざった泡を吐くという特徴的な症状を示すんだ。うわぁ、日本三大毒草の中で一番グロい症状かも。大人は10粒程度、子供に至っては数粒摂取しただけで中毒症状が起きるからな。間違っても口に入れたくないぜ。毒うつぎは結構生えているものなの？ここまで危険だったら駆除とかも行ってそうだけど、毒うつぎはその危険性から、過去に一斉駆除が行われたんだ。そのため、現在は数を減らしているぜ。そうだったんだね。安心したよ。ただ、今でも毒うつぎの自生域が見つかって騒動になっているからな。まだまだ警戒しないといけない植物だぜ。そうなんだ。気をつけないと。以上が日本三大毒草だ。これ以外にも、日本には危険な植物がわんさかあるから、また今度説明するぜ。楽しみにしてる。今後もこういった動画を投稿していくから、ぜひチャンネル登録をお願いします。投稿者の励みになるからよろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。